皆さんこんにちは、ライトセーバー戦は最高、ジャパンサイファーの J です。今日はスターウォーズファン永遠の謎エピソード4新たなる希望で、なぜオビワンは負けてしまったのか、正確にはなぜベイダーにわざと勝ちを譲ったのか、5つの理由を徹底解説します。解説する前にエピソード4での戦いを少しだけおさらいしましょう。新たなる希望でデススターに潜入したルーク、レイヤー、ハンソロ、そしてオビワン、歩くカーペットもいたよね。デススターに駐留していたダース・ベイダーはオビワンの存在を感じ、オビワンとの決戦に挑みます。ルークやレイヤーがファルコンに逃げようとする中、オビワンとダース・ベイダーがついに数十年ぶりのライトセーバー戦を行います。この時期のオビワンはエピソード3時代ほどの強力さはないとはいえ、宿敵モールを一撃で撃破するほどの腕前の持ち主。なぜこの場でベイダーを撃破せずにわざわざベイダーに勝利を譲ってしまったのでしょうか。銀河で数少ないジェダイの生き残りであるはずなのに、なぜ自ら命を投げ出したのでしょうか。実はこれには深い理由が存在します。今日は聖史レジェンズ、様々な小説やコミック、そして映画本編の情報を使って徹底的に解説考察していきます。一つ目の理由はとてもシンプル。オビワンはルークとレイヤーが逃げ出す時間を稼ぎたかったからです。エピソード4の戦闘シーンを今見返すと非常にスローペースですが、この戦法には理由が存在します。この時代のベイダーは非常に戦闘力が高く、粗悪な機械の体を与えられた結果、ダークサイドの力に熟練しています。しかし一方でオビワンも対モール戦で見せたように派手な動きはなくとも、一つ一つの動きで相手を牽制し、敵の攻撃を誘いカウンターすることで勝利を引き寄せるスタイルでした。いくらパワーで勝るベイダーとはいえ、オビワンのカウンターを避けるためにオビワンの動きを読んでいたのです。なのでエピソード4の戦いはエピソード3ほどの激しさはないものの、あの裏側では激しい読み合いがあったというわけです。まあもちろん後付けですけどね。しかしここでオビワンは時間稼ぎをしていました。ベイダーの動きを牽制しながら受け流すオビワンの戦法はベイダーを逆上させました。それもそのはず、ベイダーはこの数十年間常にオビワンへの恨みを抱きながら自らを訓練していました。それに対し隙を見せずにカウンターをちらつかせてくるオビワンにベイダーはあの瞬間逆上していました。これによってベイダーは本来重要であるはずのルークを見落としてしまい、ルークを見逃す羽目になりました。もしここでベイダーが冷静にオビワンの意図を分析してオビワンを無視することができていれば、反乱軍はあの場で破滅していました。一方でオビワンはオビワンで体力的に衰えているため、ベイダーに対して勝利を収めることは難しいということを知っていました。ベイダーに勝てそうで勝てないという時間稼ぎを作り出すことでオビワンはルークを逃がしています。オビワンがベイダーに勝ちを譲ったのはこの時間稼ぎをするためでした。この時間稼ぎは成功し、ベイダーはオビワンを倒した後、あまりの困惑にフードを踏んで何が起きたのか混乱しています。これによってオビワンはデススターの中で最も最強戦力であるベイダーを完全に無力化することに成功していました。そしてオビワンがベイダーに勝ちを譲った理由2つ目はフォースを強化するためでした。オビワンはベイダーに勝ちを譲りフォースゴーストとなりました。この時代ではジェダイはほとんど死に絶えていた状態です。そしてルークやレイヤーを導く師匠が存在しない、そんな時代でした。しかし一方でオビワンはすでに年老い、帝国に追われながらルークを訓練する余力がないということも事実でした。ここでオビワンが考えていたのは、自らフォースゴーストになることで物理的な制約から解き放たれ、いつ何時でもルークを助けることができるようにフォースと一体化することでした。オビワンは死の瞬間にベイダーにこう言い放ちます。私をここで殺しても私はお前が想像できないほどに強力になって戻ってくるだろう。まさにオビワンのこの言葉は全て真実でした。オビワンはベイダーに勝ちを譲りフォースと一つになることで、あらゆる場面でルークに助言を与えることができるようになりました。老いた体の制約から解き放たれ、後にルークやレイを助ける力を手に入れました。これはまさに肉体に囚われたベイダーには想像もできない強力な力だったんです。オビワンがベイダーに勝ちを譲った理由3つ目はルークに動機を与えるということでした。エピソード4の時点でルークはベイダーは父を殺した存在であるということを知っていました。しかしオビワンはベイダーに勝ちを譲ることでルークにとってベイダーは父とオビワンを殺した存在になります。ルークはエピソード4の時点では単純な農家の坊やでした。なぜならエピソード3から4の間でオーベンおじさんとベルーおばさんに常に守られ続けてきたからです。エピソード3から4の間ではオビワンはラーズ夫婦に非常に嫌われており、オビワンはルークを訓練したくても訓練できない状態
状態でした。オビワンは自らベイダーに勝ちを譲ることでルークに動機を与えました。実際エピソード5でルークはベイダーを倒すために訓練しており、オビワンはフォースゴーストとしてルークに助言を与えています。これらすべてオビワンの想定通りにことが進んでいますね。そしてオビワンがベイダーに勝ちを譲った理由4つ目は、実力的にベイダーに勝てないということでした。これはなぜでしょうか？オビワンはエピソード4時点でも最盛期ではないとはいえ非常に強力なジェダイでした。元シスであるダースモールの動きを一瞬で見破り、一撃で撃破するほどの腕前を持っていたはずです。しかしデススターでベイダーとオビワンが遭遇した時、ベイダーの戦闘スタイルはオビワンが見たことのないものに変化していました。ダースモールはエピソード1の動きと同じ戦闘スタイルでオビワンに戦闘を挑んだため、オビワンはモールの動きを完全に対策した上で一撃で打ち破ることが可能でした。しかしベイダーの動きとアナキンの動きは全く異なり、オビワンとしてもモールに対して打ち込んだカウンターのようにベイダーを倒すことはできないということを知っていました。オビワンはエピソード3からエピソード4の間、ライトセイバー戦を行うチャンスは非常に少なかったはずです。一方でベイダーは多数のジェダイ残党を狩り、なおかつ機械の体を乗りこなすために戦闘スタイルを変えていました。全く異なる戦闘スタイルになり、ダークサイドの力を高めたベイダーはオビワンとしては全く対策ができない相手でした。そして体力の衰えもあり、オビワンはベイダーに勝つことができないということを知っていたから、勝ちを譲るしかなかったというわけです。そして5つ目の理由、それはオビワンは最後ベイダーを逆上させ混乱させたかったという理由があります。オビワンはそもそも皮肉の達人です。相手をおちょくることに関してはプロの時代です。エピソード3では余裕の笑みでグリーバスに挨拶をする、エピソード2ではドゥークに対して皮肉をかますなどなど、とにかくオビワンは皮肉屋で知られる時代です。実際エピソード4でオビワンが敗れる最後の瞬間、オビワンはベイダーに向かって笑顔を見せています。この笑顔と肉体の消失に関してベイダーは全く意味が理解ができなかったのです。オビワンはその場でベイダーに切られ、死亡してから肉体を消す方法もあったはずなのに、わざわざベイダーに笑顔を見せて自らベイダーに切られる前に肉体を消しています。これはオビワンが最後の瞬間、自分の元弟子に対して残した最大限の皮肉でした。そしてこの最大限の皮肉がベイダーを混乱させました。レジェンズの小説ではデススターでの戦いでベイダーは自らオビワンに勝てることを完全に予期していました。強力になったベイダーに対してオビワンの力は大きく衰えており、ソレスのカウンターは脅威であるものの必ず倒せる相手だとベイダーは知っていました。それにもかかわらず、最後の勝利の瞬間すらもオビワンはベイダーに与えずに自ら体を消しました。この事実をベイダーは認めるわけにもいかず、自分はオビワンに勝利したのだと強引に信じ込みました。実際エピソード5ではパルパティーン皇帝に対し、オビワンはすでに死んでいるためルークを助ける者はいないと発言しています。ベイダーはオビワンの意図を逆上のあまり全く逆の方向に捉えていたのです。なぜかというと、ベイダーはジェダイによる永遠の命の存在を知らなかったからです。フォースゴーストになるということはクワイガンが発見し、ヨーダですら知らなかった秘術です。プレイガスが行ったように物理的に永遠に存在し続けることとは全く別の技で、ベイダーはシンプルにオビワンの発動した技を理解できなかったのです。総じてオビワンがベイダーに勝ちを譲った理由は大きく5つ。1つ目は時間稼ぎのため、2つ目はルークを常に助けられる存在になるため、3つ目はルークを帝国打倒に向けて動機づけるため、4つ目は体力的な衰えから勝つことが難しかったため、5つ目はベイダーに対する最大限の皮肉だったということ。エピソード4の戦闘シーンは派手さがなく不思議なことも多いですが、ぜひオビワンがベイダーに勝ちを譲った理由を考えながら、あのシーンを見返すといろいろと納得がいくはずです。オビワンがエピソード4で自ら消えた理由、皆さんは他にどんな理由があると思いますか？ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルではスターウォーズの細かすぎる解説やライトセーバー戦闘の解説を行っています。もし今日のような動画がもっと見たいと思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。フォースとともにアランことを。